皆さんこんにちは。果実そろばん教室の根岸と申します。本日の絶対数巻は目標達成力というテーマでお話をしていきたいと思います。目標を達成するということは大人でも子供でも大事なことですよね。子供なら勉強やテストでいい点を取ったり、スポーツでいい成績を収めたり、大人なら働いていれば仕事のノルマだったり、育児や家事においても子供を何時までに迎えに行かなくてはいけないだったり、献立を考えてご飯を作ったりとか、人は常に何かしら目標を立てて、それに向けて行動して達成するということを繰り返しています。本日はソロバンという習い事を通して、この目標達成力が高まる理由についてお話ししていきます。計算力や暗算力以外にも高められるスキルの一つですので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速説明していきましょう。まず目標達成力という言葉では少し曖昧ですので、もう少し言葉を補足して果実ソロバン教室としての定義をしてみました。それは目標の大きさと努力すべき内容のバランスを把握する力、これが目標達成力であると考えます。目標自体はどんなに大きな目標を掲げてもいいと思います。例えばオリンピックで金メダルを取るという目標でももちろん OK です。ただそのために自分は何をどれくらいする必要があるのか、努力することの中身がわからないということでは、その目標を達成できる可能性は低くなってしまいますよね。目標達成のための努力ももちろん大切です。ですがその前段階として何を目標として設定するのか、そして自分の今の実力からするとどんな努力をする必要があるのか、これをしっかりと把握することこそが目標を達成する力の本質と言えるのではないかと思います。それではなぜこの目標達成力がソロバンという習い事で高まるのかについてお話します。大きな理由はこちらの2点、検定試験の精度と仲間やライバルの存在です。まず1つ目の検定試験の精度ですが、ソロバンにおける級や段を取るための検定試験は、問題のレベルや制限時間、合格点といった基準が明確に定められています。つまり目標となる数字とその目標に対する今の自分の実力がとても把握しやすくなっています。そして合格するためには何をすればいいかということも、問題を解く様子や解いた結果のプリントから先生がアドバイスすることができます。しかも取得できる級や段は1種類というわけではありません。10級、9級、8級と少しずつ目標が大きくなっていって、何度も目標達成のサイクルを繰り返していくということになります。このように目標の大きさに応じた努力をして、その目標を達成するということを繰り返すことで、将来より大きな目標を掲げることになった時、目標を達成するための努力の内容について見通しを立てやすくなるのではないでしょうか。2つ目は仲間やライバルの存在です。これまでお話ししました努力をするということはもちろん苦しいことです。一人では行き詰まってしまったり悩んでしまうこともたくさんあると思います。そんな時にモチベーションになるのが、一緒に教室で練習する仲間たちの存在です。ソロバンという習い事は検定の級やプリントの点数といった数字がありますので、良くも悪くも今の実力が見えやすいという特徴があります。これを利用して上手なお兄さんお姉さんを見つけて、あんな風になりたいと憧れるのもいいですし、同じくらいの実力の子と点数を競い合うのもおすすめです。他の子供たちと刺激し合うことが自分自身の目標達成の後押しになるという経験ができるのも、ソロバンという習い事の特徴かと思います。本日は目標達成力というテーマでお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。すでにお子様がソロバンを習っていらっしゃる方には、計算力、暗算力以外にもこういった力も身につくんだなと思っていただければ幸いですし、これからソロバンを習わせようかなとお考えの方には、ぜひご検討の材料にしていただければ嬉しく思います。この絶対数巻のコーナーでは、ソロバンの上達のコツやソロバンで身につく力やその活かし方についてお話ししていきます。
教室のホームページやツイッターなどでも情報発信していますので、概要欄のリンクからフォローしていただけますと嬉しく思います。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。